こんにちは。私は今シアマデラからすぐのところにある先進寮さんに向かっています。こちらには、琵琶湖の食材を使った美味しいお料理があるということを聞きつけて早速伺ってみたいと思います。私この辺だったんですけど全然知らなかったですね。どんなお料理なのか楽しみです。いや本当にね、最近ね食べてばっかりなのですごく太ってきたんですよ。もうなんとかしないとと思いながら、やっぱり美味しいもん目の前にあると食べちゃいますよね早速伺いたいと思います。こちら先進寮さんに来ております。すごい立派ですよね。昔ながらの雰囲気がすごく漂っています。近江漬物、比叡湯葉、どれも美味しそうですね。ほうじ茶、カクリーム、あ、しじみ汁、420円だそうです。早速中に入ってみたいと思います。今回大津市石山にある先進寮さんに来ております。先進寮さんの寺島さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、はい、私この近くの高校に通ってたんですけれども、はい、あ、そうなんですか。石山寺以降っていうのがあまり来なかったもので、はいはいはい、全然知らなかったんですけれども。あ、そうですか、はい、こちらでも、しじみ飯が有名なそうなんですけれども、はいはい、滋賀の食材って結構あったと思うんですけれども。そうですね、琵琶湖には当然ね有名な鮎とかね、鯉とかうなぎとかいろいろあるんですけども、特にこの前の瀬田川、はい、ここでこの川では昔からどれぐらい古いかというと、縄文時代の頃からやっぱりしじみが取れてまして、実際その縄文人たちが食べてたんですよ。で、それを証拠にうちのちょうど店の前なんですけどもね、はい、石山貝塚、ちょうど石碑があったと思うんですけども、はい、ですからまあこの辺一帯がちょうど貝塚になってるんですけども、まあそれぐらい古くからまあシジミはこの辺りでは食べられたと伝えられております。このお店自体はいつ頃からオープンされたんですか？うちのお店ができたのは昭和の2年というふうに聞いています。すごい、ただその当時は本当、茶店っていうやつですね、ちっちゃなお店で、石山で、そうそうそう、ああいう感じなんで、石山寺にこの間参拝されるお客様の接待をしてたと。そこからスタートして、まあ、だんだんとちょっと大きくなってきたんですけど、その時からしじみ飯とかはあったんですかね？当時はしじみ汁を出してたようなんですけど、しじみ飯を出すようになったのはもうちょっと後だっていうふうに聞いてますね。先進寮さんではどういったメニューがおすすめですか？やっぱりそのしじみを使った釜飯ですね、はい、でお米もちょっとこだわってまして、地元の田中美というところがあるんですけども、はい、そこの契約農家さんからで作っていただいている田中祝いというお米を使っています。やっぱり地元で取れる食材同士というのは相性が非常にいいと思います。すごく楽しみになってきました食べることばっかり考えてるもんねこちらすごく瀬田川、はい、瀬田川が、そうですね、はい、やっぱりこの瀬田川っていうのはね、琵琶湖から流れてる唯一の川で、やっぱりうちの県外の方が結構来られるんですけども。あ、そうですか。よくどこの川ですかって聞かれるんですけどもね、そういうふうに説明してあると皆さん入れていう。で、今あそこに船が止まってますけど、はい、瀬田川リバークルー一番生まれていう船なんですけどもね、はい、ああいう遊覧船が走ってたりですとか、四季折々ね、春は桜が咲いてたりですとか、今はね、こういう時期で紅葉が咲いてます、はい、咲いてますというか、綺麗ですけど、ね、この席すごく特等席ですね。そうですね、綺麗に見えますので、ちょっと高く見えるので。あ、そうですね、ちょうど見えますかね、目線が一緒よりも高いのが景色が見やすいですかね。
備していただきました。じゃあこちらが名物のしじみ飯ですね。すごい美味しそう。もっといい匂い、匂いがね、カメラは分からないんでね、残念ですが。あ、おこげとかがあって美味しそう。ほら、おこげ美味しそう。わあ、この、わあ美味しそう、おこげ。赤豆飯って秋とか冬は寒い時期にかけてすっごい美味しく感じますよね。こちらがしじみ汁だそうです。でこちらがすっごく色が鮮やかなんですけれども炊き合わせだそうです。こちらがエビで、こちらお野菜を湯葉でくるんで揚げてるそうです。本当に美味しそうですね。こちらがお麩になっております。それではいただきます。美味しそうですね。いや、匂いを嗅ぐだけでね、匂いだけじゃ満足できないですけどね、やっぱり食べないと。じゃあこちら大津はね、冷え湯葉としてでも有名だそうで、それをね、お野菜にくるんで揚げてるそうですよ。続いてこちら小鉢いただきます。ちょっとごまなのでちょっとテンション上がってます。私ごま大好きなんですよ。ごま健康にも美容にもいいですし、ごまの優しさ、あとね、柚子かながちょっと入ってるそうなので、ちょっと鼻にね、柚子の香りとかも漂ってきて、あ、さっぱり食べれますね。美味しい。しじみのね、すごい風味っていうのはご飯全体に、釜飯ですのでね、蓋で閉じ込めてるのですっごい行き渡ってます。釜飯いいですよね。美味しい。ホレオーツ一里山店の山本です。今回のコーディネートはワンピースとジャンバーでコーディネートさせていただきました。このジャンバーは中のライナーが取り外しできるので春先でも使ってもらえます。ショートブーツやロングブーツでも合わせやすいですし、ショルダーのバッグと合わせてもおしゃれですね。このワンピースは1859円で、こちらのジャンバーが3565円です。で、会員様になっていただくと、ここからさらに 15% オフになるので、お得です。ホレオ大津一里山店にお越しください。山寺を観光された方が多いですか？そうですね、やっぱり昼間は特にそうですね、あの石山寺に参拝に来られた方が多いですね、はい、観光は石山だけではなく、まあ、やっぱりあの石山寺にやっぱお寺があるんでね、まあ、ほっといてもらえるんですけどもやっぱりいろいろ
もっと魅力ある町づくりにしようということで、まあ、うちのお店だけで何軒かもね、たくさんお店があるんですけど、この前にはその辺の方たちと一緒にいろんな取り組みをしてます、はい、で例えば毎月18日、はい、これなんで18日かと言いますと、石山寺の、観音様のご縁日が18日なんですけども、その日に郷さんという門前町をやってまして、ちょうどお寺の山門の前なんですけどもね、毎月そうです、ね、40軒ぐらいお店が出て、非常に結構いっぱいですね。そうですね、もう午前中なんかすごく盛り上がってますので、はい、ぜひともまた来ます。はい、まあ、それも全然知らなかったあと、まあ、ちょうど今秋の時期ですと、まあ、ちょっと終わった、今年終わったんですけど、はい、もみじのライトアップがあったりですとか、あと、まあ、中秋の名月の時には秋月祭という、はい、お月見のイベントがあったりですとか、夏日の花火もありますし、いろいろ、まあ、お客様に喜んでいただけるような取り組みをやってます。下側の花火にしたら見れそうですね、ここからでも。そうですね、ね、ここの花火っていうのはね、まあ、川の上に台船を浮かべて打ち上げるんですけど、ね、うん、あまりね高くに上げれないんですよ。っていうのは幅がそんなに広くないでしょ、琵琶湖と違って。だから逆にすごく反響の音が大きくて迫力ありますよ、この花火は。四季を通してやっぱり石山という土地は楽しめますね。そうですね、やっぱり本当に春の桜も綺麗ですし、はい、秋の紅葉も綺麗ですし、冬はまたちょっと寂しくなるんですけど、逆にそれがまたね、味があっていいですよね。それでは見ていただいている方に PR をお願いします。はい、石山寺門前の先進寮では、皆様方のご来店を心よりお待ちしております。名物の、炊きたて熱々のしじみ飯をぜひともご賞味いただきたいと思います。お待ちしてます。石山さん、ありがとうございました。食べたしじみ飯、これしじみ飯の素ですね。簡単にお家でできますね。これ名物なんですね、しじみは。木の名もありますね。いろいろありますね、お土産も。お茶碗、こちらは信楽焼きですね。また行きたいですね、信楽も。かわいいとか綺麗なお茶碗で食べるのってやっぱり食欲進みますよね。四季折々ですね。こちらにはお酒もありますね。近江の地酒ですね。私は二十歳以上なので飲めますね。飲んでみたいですね。ここにも大津絵が描かれてますね。はい、滋賀の昔話、これ一冊買いましょうよ。いろいろ持ってますよ。今回こちらの先進寮さんで名物のしじみ飯やしじみ汁をいただいたんですけれども、本当になんていうんですか、しじみ本来の甘さであったりとかっていうのが体中にすごい染み渡ってきたので、美味しくいただきました。またすごく景色も良かったので、目でも楽しめて、口でも、口下でも楽しめるので、ぜひ石山にお越しの際はこちらの先進寮さんお越しください。それでは次回もお楽しみに。